皆さん每日晨區直播區，我哋歡迎大家跟黑貓一起練日文。咁呢今日睇新聞嘅時候呢，就發現呢個日本政府呢已經出咗呢關於最新冠狀病毒嘅一啲新嘅措施。咁呢，我哋今日呢就一齊嚟睇下相關嘅新聞呢。新型コロナウイルス政府が新しい対策を発表。新型コロナウイルスが移る人がとても増えているため。 政府は新しい対策を発表しました。オミクロン株が移らないように、できるだけ早くお年寄りに3回目のワクチンを注射します。都道府県に大きな会場を準備したり、残っているワクチンを使ったりするように言います。お年寄り以外の人にも、 3月から新しく届くモデルナのワクチンを使って3回目の注射をします。自衛隊が大きな会場を用意して多くの人に注射します。外国人は今新しく日本に入ることができません。政府はこの対策を2月の終わりまで続けます。 専門家によると、オミクロン株は移りやすいが、移っても具合が悪くならない人が多いようです。政府は、必要以上に怖がらないで、マスクをしっかりして、人がたくさん集まるところに行かないように言っています。 系咁呢今日呢篇新闻呢就讲咗呢关于几个有关于呢个新冠病毒一啲日本政府宣布嘅措施嘅，咁呢，我哋就一齐睇下内文系讲乜嘢啦。新型

隨住感染新冠、誒、呃、新型冠狀病毒嘅人數不斷增加咧，政府咧宣布咗新嘅措施嘅。咁呢度見到，fuideido，嗯，就係、是、呢個增加嘅意思啦。咁、嗯、t i m i n 咧就係誒因為啦，前邊呢樣嘢咧，即系前面乜嘢咧，就係、是、呢個感染嘅人數增加緊啊。咁、嗯、後邊咧，佢哋就發表咗一啲誒、呃、新嘅對策啦。 できるだけ早くお年寄りに3回目のワクチンを注射します。第一回目のワクチンを注射しま呢第2回目のワクチンを注射し嘅、す。第2回目のワクチンを注射します。第2回目のワクチンを注射します。第2回目のワクチンを疫苗します。意3回目のワクチンを注射し 都道府県に大きな会場を準備したり、残っているワクチンを使ったりするように言います。今樣就會話咗は、呢一個嘅都道府て、私たちは、どんどん増やして、どんどん増やして、どんどん増やして、どんどん増 お年寄り以外の人にも、3月から新しく届くモデルナのワクチンを使って、3回目の注射をしますはい、ョウ、由三月ョ始サ呢ギ三月からギ唔ウ、老年人ョウ、サンギョウ、サンギョウ、サンギョ新サ疫苗ョウ、サンギ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 ョウ、モデルナ、

咁呢自卫队呢将准备一个大嘅场地呢并呢提供俾多人去注射嘅 <laughs>。外国人话，今しく日本入係未能够入境呢个日本嘅，就系听声呢就系、是、不能够咁样嘅意思啦。 政府はこの対策を2月の終わりまで続けます専門家によるとオミクロン株はうつりやすいがうつっても具合が悪くならない人が多いようです 係咁咧，專家咧根據呢個專家、這個、呢、這個 Sammonka 講咧，呢個 Omicron 嘅毒株咧，唔係呢個菌株咧，係好容易去移動嘅。咁咧，但係好多人咧，就算移動咗咧，都唔會感到不適嘅。咁簡單啲嚟講咧，就係、是、可能佢啲、呃、症狀好輕微啦，咁樣嘅意思。政府必要以上怖がらないで。 マスクをしっかりして人がたくさん集まるところに行かないように言っています。政府就說不要太は何口罩うか、この時期に行くことが口罩ます。この時期に行くのはマスクをしっかりして、それは本当に大好露咗人鼻子出嚟ことが嘅意思す。 系咁，以上咧就我哋今日要睇嘅新闻啦咁我哋就见到咧，日本嘅政策咧都继续系锁国。 嘅，咁啊最快都要去到二月底，我哋外国人都入唔到啦。即不论系商务嘅客啦，或者系留学生都好啦。咁我估计咧，旅行嘅朋友今年都应该系入唔到噶啦。反而咧比较在意咧，就系、是、今年究竟佢会唔会开翻呢个商务同埋留学生入境咧？因为呢个英国啦，同埋法国、欧洲嗰边。 西班牙嗰邊咧，我見到咧就已經有新聞就話誒。呃 已經係當普通嘅感冒啊，咁亦都唔需要再隔離或者檢測等等之類嘅，係啦。咁如果大家有咩其他國家嘅新聞呢，係關於呢個新冠病毒嘅話呢，咁都歡迎下邊留言 update 下我嘅，係啦。咁啊，希望今日嘅分享有幫助到大家啦。咁我哋聽日再睇下其他嘅新聞啦。咁如果你中意我嘅影片呢，記得幫我訂閱走同埋分享出去啦。我哋聽日再見啦，之後冇得你，拜拜。